こんばんは、スペガンです。今日はヤマハ FGDP の音色関係にちょっと触れたいなと思います。最初にですね、プリセットで入ってるものっていうのはこのメイプルってやつだったりするんですが、まあ、なんとやっぱりこれ電子ドラムなので、いろんなね、木の材質の違うドラムも用意されてたりするみたいです。まあ、説明書とかにも書いてあるんで見ればわかると思うんですが、まあ、クラッシュシンバルの種類とかも違うのが多分入ってた気がするんですよね。で、まあそれをですね、使うにはですね、また自分でこう設定とかしていかないといけないので、ちょっとしていこうかなと思います。で、今はこの SPKN1 っていうですね、レジストレーションのユーザー01には僕が作ったのが入ってて、これはメイプルなんです。ここはメイプルのキットを使ってます。で、まあめんどくさくてですね、なかなかあんまりそういうちょっと音色変えたキット作ろうとかっていう風に、まあ至らないわけですね。もう練習したいっていう方が先走っちゃってですね。で、まあこういう動画の機会にちょっと作っていこうかなと思いました。まあ、基本的にはですね、この、まあ、1、キック、スネアのヘッドショット、オープンリムショットみたいな。で、ここの、この2つはベロシティが固定になっているわけですね。タム、ロータム、フロアタムとかクラッシュとかそういうのはですね、そういう設定はこのままに音を変えていきます。じゃあそんな感じでですね、キットのメニューからこのボイスエディットですね。このボイスとか言われるとなんかやっぱ日本人って声って思っちゃうから、まさかこれが音色を変える場所だなんて思えないよね。なんか初見殺しな部分が結構多いんだよな、こういうのって。俺はそう思う。はい。で、はい、こうやって叩くとですね、はい、今この001番のキック、アコースティックっていうカテゴリーのものを叩いてますよっていう風に出てくるわけですね。そして、この時に矢印ポーンと押すと、まあ、こうやってですね、ほら、すごくない？まあ、ここでですね、キックのエレクトリックなのか、スネアのアコースティックなのかみたいな感じで選べるわけですよ。で、まあとりあえずキックのアコースティックで、この時にこの矢印を押すとですね、今メイプルですよ、メイプルのキック選んでますよと。で、この時にプラスとか押すと、こうオークにバーチビーチ、ヴィンテージセブンティーズ、ヴィンテージセブンティーズ MT わかんないです、何なのか。ヴィンテージフィフティーズ、ヴィンテージフィフティーズ、あ、まあ、ミュートって意味なのかな、ちょっとミューティーな感じなのかな。で、パンク、突然のパンク、メタル、ロック、ハードロック、ジャズみたいな感じでキックの種類を選べる。で、今日は、まあ、今日はっていうかですね、まずじゃあオークにしてみましょう。で、なんかやっぱ違うよね、メイプルと。メイプル、まあ、ミキサーのとかで後からね、調節することでまた近づけたり遠ざけたりすることができるんですが、音色はこの時点でのこのメイプルの音とオークなんか違いますよね、響きが、っていうことですね。じゃあ次、スネアのこのね、今メイプルヘッドですね。で、これをね、ほら出てきた、オークのヘッド、メイプルのヘッドがこういう音に対してちょっと甲高くなります。かっこいい。で、次このね、今メイプルのオープンリム、ここをオークのオープンリムにしたいんだけど、なんかいっぱいあんな。まあ、とりあえずはこのオークのオープンリムショットにします。こんな感じね。そして、まあこのままね、タムですね、今メイプルのハイタムってことになってます。で、それを、変えていくと、オークのハイタムにしていきます。ちょっとね、俺連動させてないんで、いちいちこっちも変えなきゃいけない。オークのハイタム、そしてオークのミッド、で、オークのロー。本当はこれね、フロアっ
ってとかって書いてほしいけどね。こんな感じです。そしてじゃあハイハットはどうするか。まあハイハットとかはオークとかじゃないんですよね。まあこれはブリリアントなのかな、シンバル的には。でこれも変えていきたい。このブライトっていうシリーズがあるので、多くの、ドラムのキットにはブライトシリーズで行こうかなと。ブライトのエッジで、こっちはブライトのボーにしたい。ブライトのボー、そしてここは、ブライトのオープンエッジね、こんな感じ。こんな感じですね。でクラッシュも合わせてブライトの、僕はこっち18インチにしてます。でこっち16インチ、まあシンバルのサイズですね。シンバルのサイズはちっちゃければ高い音が出て、大きければ低い音が出ていくっていう感じですかね。こっちはブライトの、あ、ブライト16ないのかな。ブライトの16インチっていうのがないので、このワームってやつにしましょうか。まあシンバルは別にですね、その人によってなんですよね。本当になんかライトシンバルはパイステだけど、クラッシュシンバルジルジャンみたいな人とかもいるので、なんつうのかな、自分が演奏して叩いてる時になんかしっくりくるな来ないなで探すっていう程度でいいと思います。で今さっきの SBKN01 の1番のメイプルだったものの上から、ただ太鼓の種類をですね差し替えてる状態なので、設定とかはそのまま引き継がれてるわけですね。ここは小さく叩こうが大きく叩こうが大きい音でも、この辺は小さく叩くと小さくて、大きく叩くと大きく音が鳴るっていう風に、まあベロシティが効いてる状態ですね。ハイハットとかもで、まあ、せっかく作ったこのキットをですね、ちゃんとセーブした方がいいよということなので、で、この今空いてるここの3番に長押ししちゃいます。ピンと。今、このメモリーのところにですね、仮で今セーブされてる状態です。で、もう一回ここキットをして、あ、キットじゃねえ、レジストレーションをして、ここにですね、こうやってエンターを押してください。そうすると、SPKN のこの1、2、この3番目のここの部分に、こうやってね、セーブされますよと。じゃあこれエンターします。で今セーブされました。じゃあですね、これバーチのセットです。じゃあ今度こっち、これメイプル、ね、音って変わってきましたね。まあ、こんな感じでですね、自分で違うドラムの木の種類とか、まあ、あとはそうだな、そのヤマハ側が、まあ、パンクっていう調整をした種類のキックだったりとかっていう風にですね、差し替えていって自分の好きな音色を組み合わせたキットを作る。もちろんメイプルとオークやバーチとかがですね、混ざってもいいと思うし、自分が良ければね。まあ、そんな感じでですね、オークのキットをですね、作っておけば、ちょっとこの音色に飽きてきたなと思ったら、もうボタン一発で違う音色に変えることができる、設定もそのままにみたいなのが、まあ飽きない一つの、なんつったらいいんだろうな、飽きない一つのまあテクニックというか、そういうところじゃないですかね。いつも同じ音色で練習してるのも全然楽しいと思いますし、でもやっぱたまにはね、ちょっと変えたり、あとこうやっていじったりすることでですね、この作業がセーブしたりするっていう作業とかがですね、だんだん慣れてきて、サクサク変更したりすることとかもできるようになってくると思うので、とにかくですね、いじらないと機械関係は覚えられないですね。で叩かないと上手くならないですね。なのでまあこれをですね、遊び倒すような感覚で今みたいなこととかを、まあ、やってみたらいいんじゃないかなと
思いました。まあ引き続きですね、また今度違う、今日はオークでしたけど、じゃあ今度はバーチとかの素材でシンバルもまたちょっと違うやつ使ってっていう風にですね、紹介できたらなと思いました。そんな感じでお疲れ様です。